これが日本の海上自衛隊なのか。日本の海上自衛隊が毎年長い期間をかけて行う遠洋練習航海。それは国内だけでなく戦術技量の向上や各国との連携強化のために他国の海軍と共に訓練を行うこともあります。そんな中、遠洋練習航海で訪れた大西洋でスペインのフリゲート艦と共同訓練を行う姿がスペインで大変な反響を呼んでいるそうです。というわけで、今回は想像以上に盛り上がったスペインの反応をお届けします。と、その前に自衛隊の任務や遠洋練習航海について簡単に説明しますね。自衛隊の皆さんは日本で暮らす人々の安全を守るために毎日さまざまな活動をしています。自然災害が起きた際などに自衛隊に助けられたという経験を持つ人もいるのではないでしょうか。自衛隊は災害発生時に国内などの地域にでも迅速に出動し、地方公共団体などと連携協力して被災者の捜索や救援物資の運搬や給水などを行います。他にも遭難した船舶、航空機の捜索や医療、貿易、人員や物資の輸送など様々な活動で人々を助けてきました。特に私たちの記憶に大きく残っているのが2011年3月11日に発生した東日本大震災。最大10万人を超える隊員が対応に当たったと言われ、たくさんの人々の人命を救いました。この時、当時の陸上幕僚長日箱義文氏が処分されることを覚悟で全国の方面隊に、この部隊とこの部隊をすぐ東北に向かわせろ、ただしこの部隊は動かすな、と迅速に命令を出していたこと、東北方面隊も被害に遭いながらも迅速に動いてくれたことで多くの人命が救われましたね。自衛隊の皆さんが有事の際に最大限の力を発揮できるのは日々の訓練があってこそです。そんな訓練の一つが海上自衛隊で行われている遠洋練習航海です。遠洋練習航海は若手幹部育成のために1957年から毎年行われてきた歴史ある訓練なのです。2022年4月24日にも練習艦のガシマとしまかぜが神奈川県の横須賀港から出発しました。初級幹部を含む約540人の隊員が家族らに見送られ任務に就いたのです。新型コロナウイルスの影響によって出発式が行われるのは実に3年ぶりのことでした。この遠洋練習航海は非常に大規模なもので、今回も西回りに地球を一周しました。8月22日の帰港までの間に約5万 1000km の距離を進む長い航海です。令和2、3年度は新型コロナ対策のため各国への訪問は中止されていました。新型コロナウイルスの新規感染者が減少傾向にあることを受け、今回ついに完全な形で再開することとなり、国内外から注目を集めているのです。出発式では音楽隊が宇宙戦艦ヤマトや軍艦マーチなどを演奏し、見送りのために港を訪れた隊員の家族386人が航海の無事を祈りました。練習艦に乗り込んだ160人の初級幹部たちも甲板に整列して帽子を振り、見送る家族や同僚に応えていました。鬼木誠防衛副大臣は、現在ロシアのウクライナ侵攻など厳しい社会情勢にある、今まで以上に国民の期待が寄せられる信頼される幹部自衛官となってほしい、と訓示しました。そんな日本の海上自衛隊練習艦隊は今回7カ国もの国を訪れる予定となっていました。練習艦隊は防衛協力の一環として他の国の海軍と共同訓練も行っています。2022年6月にはスペインのフリゲート艦と共同訓練を実施しました。このことはスペイン国内でも大変注目されており、ニュース番組などでも多数扱われ大変話題になったそうです。今回遠洋練習航海に出発した練習艦の一つ、しまかぜは令和元年3月に護衛艦から練習艦に艦種が変わりました。基準排水量は4650トンで全幅 16.4 メートル、
全長は 150m、 速力は30ノット 55.56km 時、乗組員の数は約260人。艦隊防空を担当するミサイル護衛艦 DDG として建造され、1988年3月23日の就役以来、艦番号172を背負い、長きにわたり活躍してきました。現在は、艦番号も3521へと変更されていて、幹部候補生学校、スベカ学校、教育隊など各種教育機関の海上実習及び同支援業務協力等の新しい任務に従事しています。今回の遠洋練習航海に参加するもう一つの海上自衛隊練習艦鹿島は1995年1月26日に就役。すでに就役から約17年が経っていて、こちらもベテラン練習艦です。鹿島の基準排水量は4050トンで全幅18メートル、全長143メートル、速力は25キロトン 46.3km 時、乗組員の数は約360人となります。海上自衛隊の幹部自衛官を育成するため、長い間世界の海を走り続けている現役の自衛官なのです。ちなみに日本海軍にも鹿島という名前の練習艦がありました。伝統が受け継がれてるなぁって感じですね。鹿島は船の内部も大変充実していて、実習教育用の各種機材を十分に搭載しています。約200人を収容できる非常に広い坑道があり、皇室は国家元首級の来賓を想定した内装になっているそうです。そんな海上自衛隊が若手の育成ために毎年行っているのが遠洋練習航海。遠洋練習航海に参加するのは主に初級幹部たちです。初級幹部は防衛大学校及び一般大学を卒業し、広島県江田島市にある海上自衛隊幹部候補生学校を卒業した後、この実習に参加します。彼らは練習艦に乗って様々な国の人々や文化に触れながら世界各国を訪問します。約4ヶ月間の海上実習の中で、一回りも二回りも大きく成長し、未来の海上防衛を担う海上自衛官へと成長していくのです。遠洋練習航海では様々な訓練を通じて、知識や技術、指揮統率の基本を体得するだけでなく、様々な国への訪問や土地の人たちとの交流を通じて、船乗りとしての資質や国際的な感覚を身につけていき、まさにシーマンシップを育てる貴重な機会なのです。訓練の中ではアメリカ軍をはじめとする外国の軍隊と共同で行うものもあるそうです。その実習は共同訓練と呼ばれ、これもまた若手幹部一人一人にとって大変貴重な機会となっています。2022年4月24日の出発となった今回の遠洋練習航海では、スリランカ、オマーン、ジブチ、フランス、イギリス、パナマ、アメリカ合衆国の7カ国9カ所に寄港しました。補足しますと、イギリスとアメリカではそれぞれ2カ所ずつ寄港しています。遠洋練習航海中に操舵や見張り、救命救助、無中の航行などの船乗りの基本動作を学びます。2022年6月22日には、イギリスのロンドンに寄港した練習艦鹿島と島風が、両国の防衛協力の一環として、イギリス海軍との間で共同訓練を行いました。ちなみに、2022年は日英同盟の締結から120年となる記念の年でもあります。ロンドンに寄港したのは、その交流行事のためでもありました。練習艦で会見した小牟田秀鶴練習艦隊司令官は、近年両国の防衛協力は進化していると述べています。またさらなる進化のため訓練の機会をより設ける必要があると言及した上で、自由で開かれたインド太平洋を実現するためイギリスの協力が必要だと強調しました。地中海では NATO の常設海上部隊と共同訓練を行い、射撃訓練の他にトルコやイタリアの海軍と交流を図ったそうです。イギリスは2011年3月に公表した安全保障の新たな方針の中で、インド太平洋地域を重視する方向性を明らかにしました。そして2011年9月には最新の空母クイーンエリザベスが日本に寄港。2012年5月には自衛隊とイギリス軍が共同訓練などを円滑に進めるための協定の締結で大枠合意しました。
これは、日本とイギリス両国の安全保障協力の強化を目的としています。今回の日本の練習艦の滞在は、6月25日までの4日間。その期間中は、イギリス海軍との間で、若手幹部同士、安全保障についての意見交換も行われ、日本にとっても、若い初級幹部たちにとっても、大変有意義な共同訓練となったようです。そんな日本の練習艦は、6月16日に、ジブラルタル海峡西方の大西洋に到着。そこで、スペイン海軍との共同訓練を行いましたが、その時の様子が話題になっているようなのです。今回の訓練は、戦術技量の向上やスペイン海軍との連携強化を目的に実施されたものです。日本の海上自衛隊からは、もちろん、練習艦の鹿島と島風が参加。スペイン海軍からは、フリゲート艦ビクトリアとアルミランテ・ファン・デ・ボルボーンの2艦が参加しました。アルミランテ・ファン・デ・ボルボーンは、スペイン海軍のフリゲート艦アルバロ・デ・バサン級フリゲートの2番艦です。艦名は、国王ファン・カルロス1世の父である、ファン・バルセロナ伯爵から付けられました。イージスシステム搭載型フリゲートとして、イサル・フェロル造船所で建造されたアルミランテ・ファン・デ・ボルボーンは、基準排水量6250トンで、全幅 18.6 メートル、全長 146.72 メートル、速力は29キロトン 53.708 マイジ キロメートルで、乗組員は240人です。浸水は2002年2月28日で、2003年12月3日に就役しました。2004年9月には、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦ピンクニーとミサイル発射試験を実施。2006年には、レバノン紛争の停戦後に、平和維持活動のため周辺海域に派遣されています。その後も、2007年のガリバー07演習、2008年の NATO 所属艦艇との黒海での演習などで活躍するなど、多くの実績を持つスペインの代表的な艦艇なのです。今回、新型コロナウイルスの感染症対策を万全に講じた上で、戦術運動等の有意義な訓練を実施した日本とスペイン。青く広い海上に、日本の鹿島、島風とスペインの2艦が並ぶ姿は圧巻でした。共同訓練の様子が、地元のニュースなどで報道されると、スペインの人々の間で大変話題になったようです。特にある若者が、訓練の様子の動画を TikTok に投稿したことで、共同訓練の様子が若い世代にも拡散。動画の中には、双方の国の大型艦が並ぶ美しい光景と、互いに挨拶を交わす隊員の姿がスライドショー形式で紹介されています。スペイン軍と海上自衛隊の交流には、多くの人々が感動し、たくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介します。尊敬と友情の姿だね。日本の海上自衛隊を迎えられるなんて、どれほど光栄なことかわからないよ。こういう風に、2つの国が敬意を払い合っている光景が、俺は大好きで仕方ないんだよな。日本とスペインは、地理的に遠く離れているし、文化も違うよね。でも、特に、海上における敬意と友情は、非常に強いものなんだ。日本とスペインは、歴史的に見ても結びつきが強いよ。実は、文化を共有している部分が多くあるんだ。ちなみに、旭日は海軍の旗で、日本の国旗は、戦時中も、赤い丸のサイズが若干違うだけで、今とほぼ変わらないんだって。旭日は本当に美しいよね。そして、そう感じるのは自然なことだと思うんだ。名誉心を持っている人たちは、敬意を持って迎えられるものなんだよな。スペインと日本との間には、お互いに、敬意と友情が存在しているってことがわかるよね。日本という偉大な国には、ただただ、尊敬の気持ちしかありません。いかがでしたか？私も、違う国同士が、お互いに敬意を払っている姿は大好きです。自分自身も、相手に、きちんと敬意を払える人でありたいと思いますね。今回の共同訓練を通じて、日本の海上自衛隊は、ますます存在感を示すことができたのではないでしょうか。これからも、日本とスペインの間で、友好的な関係を築いていってほしいですよね。当チャンネルの感想ですが、まずは、
遠洋練習航海に参加した初級幹部の今後の活躍に期待します。それと様々な国との交流や共同訓練は今後とも続けてほしいですね。何しろ中国の動きが怪しいですしね。中国が台湾や日本に侵攻してきた際には他国に味方についてもらうことが必要です。もし他国が中国に味方すれば、その時は日本も台湾もおしまいです。だからこそ各国との連携が必要です。自衛隊と他国の軍との交流だけではなく外交も大事です。日本は他国から侵略されたらすぐに反撃して自国を守りますよと常日頃から首相や外務大臣も発信すべきです。自衛隊がいざという時に備えていても、政府が敵国の顔色を伺ってご機嫌取りをしていては、日本は本当に自国を守る気があるのかという疑念を持たれてしまいます。政府にはしっかりしてほしいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。